アメンボウ。霊用虫。成虫と違って、羽が短いアメンボ類は、カメムシ目、カメムシア目に分類される昆虫のうち、長い足を持ち、水上生活をするものの総称。熱帯から亜寒帯まで広く分布し、小さな水たまりから池、湖、川、海まで様々な水面に分布する水生昆虫である。日本では、アメンボか、アメンボ赤の一種アクエリアスパルダムに、 アメンボの和名が当てられているが、他にも多くの種類があり、いくつかのトガに分類されている。特にアメンボ科についてはアメンボを参照。外見はトガによって異なるが、羽や興奮など体の基本的な構造は、カメムシアクの他の種と共通である。他のカメムシ類と同様に、体に終戦を持っており、捉らえると匂いを放つ。アメンボという呼称も、この匂いが、 雨の匂いのようだと捉えられたことに由来する。6本の足があるが、中足と後ろ足が細長く発達しており、前足は短い。足全体に細かい毛が密接しており、水の表面張力を利用して、水面上に立ち、自由に移動する。また、足以外の全身も水を引く。主に前足と後ろ足の、計4本で体を支え、中足で水面を蹴り、 滑るように移動する。水面の蹴り方によっては、素早いジャンプもできる。一方、小型種は、陸上と同様に6本の足すべてを使って歩いて、移動する。ただし石鹸などの海面活性剤が水に含まれて、表面張力が弱まると、アメンボは浮くことができず、溺れ死んでしまうため、生活排水により数が減る理由となっている。幼虫、成虫とも肉食性で、 主に水面に落ちた他の昆虫に興奮を突き刺し消化液を注入、体外消化され液状になった体組織を吸収する。魚の死体やボウフラなどから吸収することもある。獲物を探す際は獲物が水面で動いた時に発生する小さな水面波を感知して獲物の位置をつかむ。そのためアメンボがいる水面を指で軽く叩くなどして波紋を作るとアメンボが 波紋の中心に近寄ってくる。食物連鎖における天敵は、魚類や、鳥類などだが、エサキアメンボリンナポーリスエサキー、シオアメンボ、アスクレイピアスシラヌイなど、生息環境に人の手が入ったことで減少し、絶滅危惧種となってしまった例もある。成長段階は、一般的なカメムシ昆虫となってしまった例もある。成長段階は、一般的なカメムシメ昆虫と同様で、卵幼虫成虫という不完全変態を行う。卵は、 水面付近の石や植物などに産み付けるため、そのようなものがないような広い水面には生息しない。幼虫は、羽がないこと以外は、成虫とほぼ同じ姿をしており、成虫と同様に水面で生活する。成虫になると、他のカメムシ類と同様に羽を持ち、飛んで移動できるようになるので、他の水域から独立した小さな水たまりにも姿を表す。 ただし小型種では、成虫の羽が退化したものもおり、これらは飛ぶことができない。成虫の寿命は、種類や個体にもよるが平均すると1、数ヶ月程度で、これは、水生カメム種類としては最も短命な部類に入る。山と本草には、有毒、経験が食えば死ぬと記されている。ありがとうございました。